名称マンボは、日本の競争馬である。主な勝ち倉は、優秀品馬、秋華賞、エリザベス女王杯、フィリーズレビュー。馬名の意味は、冠名父名の一部。11月25日、京都の2歳新橋馬1400メートルでデビュー勝ち。これが最初で最後の一番人気に押されたレースだった。続く GI、阪神ジュベナイルフィリーズは、 中戦を突破して参戦したが直線伸びず10着に敗れた。全2戦で起乗した飯田裕二が調教師試験に合格し2月末での引退が決定したことから主戦機種が竹幸四郎に変更となる。2013年初戦はオープン特別の勾配ステークスに出走し2着。続く500万下の小武士賞は直線一気でゴール前かわして勝利した。フィリーズレビューは 武孝志郎が、起乗停止となり、乗り換わりで、河田正宮美が起乗。三番人気に支持され、レースでは、後方から末、足を伸ばし重症初勝利を飾った。鈴鹿万歩三区にとっては、これが、JRA 重症初制覇となった。武孝志郎に安状が戻った、大賀賞では、見せ場なく10着と惨敗に終わった。五月十九日に行われた、優秀品馬は、 クラシック登録時に、大賀賞しか登録していなかったため追加登録料を払い出走。前奏の惨敗を受け人気薄になったものの、孔志郎の兄である、竹豊騎乗の黒船サプライズの逃げを直線で捉え、追走した2着エヴァーブロッサムに1と1、4馬審査をつけ GI 初勝利を飾った。安城の竹孔志郎にとっては2006年の菊花賞、以来7年ぶりの GI 制覇。 管理する飯田昭弘は、これが GI 初制覇となった。夏場は休養に当てて迎えた、ローズステークスは一度戦闘に立つもデニムルビーの4着に敗れる。10月13日に行われた、週刊賞では、前走の敗戦を受け3番人気になったが、道中では中断に位置し直線に入ると赤賞を捉え、追い込んできた2着スマートレアに1と1、4場審査を、 つけにヒンバに輝いた。なお二着のスマートレイヤーの安状は竹豊であり、兄弟試合、ワンツーフィニッシュを飾った。コバンバと初対戦となったエリザベス女王杯は前走同様に中断から最後の直線中ほどで抜け出すとそのまま後続を引き離して優勝。ヒンバ統一女王に輝いた。この年は、 G.I. 三賞の成績が評価され、J.R.A. 賞最優秀3歳牝馬に選出された。2014年2月28日をもって、飯田昭弘9社が引退となったため、デビューから2戦で手綱を取った息子の飯田裕二9社へ、手むまやした。陣営は、大阪杯から、春の天皇賞に挑戦するプランを発表した。そして迎えた大阪杯では、エピファネア、 絆に次ぐ3番人気に支持された。レースでは、道中中断で待機したが、4コーナーで早くも手応えが怪しくなり、8等立ての7着と大敗した。この大敗を受けて、春の天皇賞への挑戦は、白紙となり、ビクトリアマイルを目指すこととなった。そのビクトリアマイルでは、最内をついて伸びたが逃げたビルシーナに、あと一歩届かず2着と赤敗した。 2014年は、以後4戦していずれも2桁着順の惨敗を喫する。5歳から7歳までで、計15回、走ったが2015年のスパーキングレディーカップで6着になった以外は、すべて2桁着順の惨敗であった。2017年の中山頻馬ステークスでは14着になった後、管理する飯田雄二長教師が4月8日の阪神頻馬ステークスを最後に現役を引退する。 ことを発表した。迎えた阪神品バステークスでは、広報34番手を追走するも14着。優秀の美とはならなかったものの無事に、ラストランを終え、現役を引退し生まれ故郷の高脇牧場で繁殖入りする。ありがとうございます。